懐かしい童謡から靴が鳴るをお送りいたしました。さあ、私どもは昔からこういうポップスをやってきたとお話ししましたけど、昭和47年にこういった This is Baccarat から始まり、ポップスを演奏してきていると言いますけど、なぜ、航空中音楽隊がそういう、ロックとかポップスに出会ったかっていう、またこの歴史を話すと長くなるんですが、私以上に元振動隊長が詳しいと思うんですけど、時の府中基地の方に、米空軍の第5空軍音楽隊っていうのが所在していて、そこに、当時はアメリカは徴兵制で、そのミュージシャン、素晴らしいミュージシャンもその府中の方にいらっしゃってて、その航空自衛隊と空軍とのつながりの中で、刺激を受けまして、そこから吹奏楽に私たちもこのジャズとかロックを入れようって話になってきたっていうのは間違いないでしょうか。そうですね、昭和47年って言いますと、どうでしょうね、まだ私なんかの家ですとテレビも白黒テレビがあったかないか、電話はやっと家庭に1台ずつついてきて、こう黒のジコジコってダイヤル式の電話がついた頃ですね。電子レンジなんてなかったですよね。そんな時代にすでにその当時の吹奏楽っていうのは楽器もままならないような状態で、なかなかこのアマチュアでも、演奏できる楽譜っていうのも少なくて、せいぜいこういった行進曲とか、オーケストラのちょっとしたオーケストラで焼き直しの、簡単にできるようなもの作品ぐらいしかなくて、ジャズとかロックなんては皆無な時代でしたよね。そこに目をつけてこうやってきて、20年以上にわたり、斬新なアレンジを岩井先生にお願いして続けてこられました。本当にこれも新藤淳元隊長の歴史でもあるし、貢献されたのではないかと思います。新藤淳さんでした。意外とこの吹奏楽界で航空中音楽隊が日本のポップスを作ってきたという歴史というのはあまり知られてないのも、残念じゃ残念ですが、ここでちょっと公開させてもらいました。さあ、それでは続いての曲ご紹介しましょう。続いての曲はですね、今度は、これ思いっきり、アメリカの曲です。アメリカンパトロール、これを一風変わったまたジャズにお送りしたいと思います。